万人ぐらいいるんですよね、今日はね。昨日の地震は私透析の最中でした。いきなりですね、この子がね、ピーコラピーコラ、私のが鳴ったと思ったら、あっちでもあって、こっちでもあって、こっちでもあって、もうみんなびっくりして、で、一人のね、男性が、今から僕はトイレに行くんだって言って、トイレの中で揺れてたって言うんですよね、もうびっくりして。で、その前の日、宮崎県で4時頃ですかね、大きな地震があったということで、本当に巨大地震が来るんじゃないかなっていうようなね、そんな日に、次の日に今日のあれなんで、ちょっと地震来ないかなと思ってドキドキしてたんですけど、100万人ぐらいいるんでね、ちょっとこのビル大丈夫かななんて思ったりはしております。そして、現場で見てくださってる方、そしてこの放送を見てくださってる方なんですけれども、実はこの鳥越あずえりさんの、番組のこの下のところに、追加 X ですね、X の方でコメントを入れる欄があると思います。なので、番組を見てくださってる方、このマスミンの話つまんねえなと思ったら、あーつまんねえとかですね。あとは、面白いなと思ったら、あちょっと面白いなとかですね、頑張ってとか、黄色い線でもいいですし、あとは、もうほんと、ちょっともっとしっかりしてくださいよとか、もしあれだったら、もうちょっと痩せたらどうですかとか、でも実は私30キロ痩せたんですよね。痩せたのにもっと痩せろって言われたらね、体なくなっちゃいますからね。はい。ということでですね、皆さんそのチェックをしていただけたらいいかなと思いますので、ね、放送を見てる方も、見てない方はいないと思うんですけど、現場で見てらっしゃる方も、ぜひぜひ見ていただけたらいいかなと思います。では、仕切り直して私のスピーチを始めさせていただきたいと思うんですが、ちょうど今3時2分になっているので、どうしようかな。ちょっと、そうですね。今日のこの場を、どうして作ったのかをね、話しさせていただきたいと思います。で、今日、これ実はですね、テレビの方は今日3時から始まってるんですけれども、実は、まあ、前座っていうわけではないんですけれども、この前に、1時間前に、イベントをやっておりました。そしてイベントをやってた時にも、ちらちらと話したんですけれども、私、実は今日が、誕生日です。なんかみんな弾いてますよね。これでかいです。誕生日ではないだろう。と、私にはございません。こちら、私の会社の誕生日ですね。合同会社サウストレイル。私の会社の誕生日でございます。1年です。もう、ひよこです。もう、ね、ぴよぴよのひよこ。そして、もうお花もいただいて、ちょっと嬉しい限りなんですけれども。そして、先ほどもね、イベントの時にも申し伝えたんですが、この合同会社サウストレイルは南に引っ張っていくということで、私は、後悔しない女性起業家、そして自分の人生を本当に自分のものにしたいという方に向けて、コンサルをさせていただいています。で、そんな仕事をしながら、実はちょっとご縁があって、こちらの鳥越あずえりさんの、こちらね、テレビ番組に、出ることになったんですが、本来であれば、実は、スタジオに行って、ちょっとこう、今日持ってこなかったんですけども、そのブルーのね、スマホを見ていらっしゃる方は分かってると思うんですが、スマホからね、番組を見てくださってる方も見えてると思うんですけれども、ブルーのパンダ。マスコットの鳥越あずえりさんの方に、出ることになりまして、で、今日この機会をいただきまして、で、テレビといえば、私過去にですね、女優をしてたことがありました。あんなにデビューだったの女優、そんなにデビューじゃない時ですからね、言っときますけど、20代の頃なんですよ。で、出てたのは、舞台だったりとか、あと学校演劇ですね。うん。で、学校演劇で、例えばですね、そうですね、オズの魔法使いだったりとか、あと、チークロス散歩。で、私はチークロス散歩の時は、バターで溶けちゃう役ですね。食べられちゃう役ですね。とか、あと、火の役だったりとか、まあ、端役が多かったんですけども。で、あとは、商業演劇で舞台に立ったりとかをしてたんですが、舞台役者さんってそんなに儲からないんですよね。チケットもらわなきゃいけないし、100万売ってこいとかね、200万売ってこいとかね。もう本当に20代の頃から、もう営業の勉強はしてなかったんですけども、その何かを売る、そして何かを誰かにアプローチする。そういうことが、してきた人生でした。でも、もともとは、うちの、平成14年に、水族館で復活された、うちの、
父ですね、父親が、海上自衛隊だったので、本当に厳格な父のもとに生まれてきたので、本当に何て言うんですかね、こう、なんとなかな、母も郵便局のあれだったりとか、こういう人間が生まれてくるような家系ではね、もうちょっと真面目にね、なんか暗くね、髪の毛金髪でしょ、ありえないでしょ、黒い髪でね、おとなしくね、してた方がいいんじゃないよっていうぐらいの、そして親戚の人たちが自衛官だったりではなくて、警察官だったりとか、そういうね、彼女に勤めるとかいっぱいいたので、で、警察に勤めると、いろいろね、身辺調査されちゃうんですよ、本当に。なので、私もね、なんかこう、シャランパランなこともやってたね、ちょっと母には、ニワトリのような生活はもうやめてくれって泣きながら言われたこともあったりとかして、もう調査が入るんですよね。警察官に入る人のために。本当にちゃんとやってくれみたいな感じで言われたこともありましたけれども、ちゃんとやるって何のことなのかなって思うんですよ。皆さんが、ちっちゃい頃に親にね、ちゃんとやんなさいとか言われてきたこともあるんじゃないかなと思うんですよ。ちゃんとやるってどういうこと？でも、人生をちゃんとやる。っていうのと、親が言ったことを、ね、こうなってるのをこう片付けるとか、それがちゃんとやるっていうことなのか分かんないんですけども、で、その自分の中で自分の人生をうまく活かせるために、ちゃんとやるっていうことは、私にとっては、自分の頭の中にあることを、一つ一つ具現化して、やりたいことをやりたいだけできる人生になることの方が、ちゃんとやるっていうことなんじゃないかなって最近はつくづく思ってます。で、もう61ですし、後がないですよね。だって、ね、成人式3回、もう3回もね、さっき、生まれたばっかり1年ですと言ったけど、3回行ってますので、相当の年なんですよ。ね、なので、これからあと何年生きれるか分からない、透析もしてますし、で、昨日のような地震、一昨日のような地震があったら、私は多分、透析をしなかったら、普通の人であれば、約1ヶ月もたないんです、透析しなければ、落ち込んでますし。で、老廃物がたまりにたまりまくって、で、それでアウトってことになるわけなんですけれども、で、実は、4年前80キロだったんですが、その80キロになった、なってからこの30キロ、体重が出てしまった理由というのが、今本当に私の、心の、なんていうのか、まあ、支えではないんですけれども、本当に自分の心をフラットにするための2つのことがあるんですが、それが、お釈迦様から教えていただいた、断食と瞑想っていうのを、本当に科学的な形でやらせていただいて、30秒痩せ、そして、なんと、30種類薬を飲んでたんですけれども、それを飲まずに、入れるような、で、透析をしている人ですかって言われちゃうぐらいに元気にしております。今日も立ったまま喋ってますけれども、本当は座りたいなと思ったりもしたんですけど、立たないと、私は腹式呼吸で喋ってるの、本当にこれ、マイクなしの方がいいんですよ。なんですけど、テレビ中継でしょ？テレビ中継なんで、マイクないとダメですっていうことで、音が拾えませんとか言われたので、マイクを持って喋らせていただいています。そして、今何を言ってるのかって言ったら、そんな自分のやりたいことがやりたいだけできるような人生を、この、定義をね、いただいて、皆さんがやれるのかなっていうことなんですよね。やれてない人が、もしいたら、どこだったらやれますかとか、あとは、一緒にね、何かやりたいですとかでもいいですし、本当にコメントの方に入れてくださればいいなって思ってます。そして、私が人の夢を叶えたいではなくて、実は私には一つだけ野望がございまして、ちょっと今中断になって、ちょっと少しスライドになってしまってるんですけれども、この話をしていいのかどうかわからないんですけれども、実は本当は今日はね、出版記念パーティーの予定でした。その出版記念パーティー、その何の出版かというと、絵本なんですよね。絵本。で、その絵本というのは、どういう絵本かと言ったら、皆さんね、こう、今日リアルで、たくさんの方たちが見てくださってますし、オンエアでも多分たくさんの方たちが、アーカイブでもね、リアルでも見てくださることにはなるかなと思うんですけれども、この私が生まれた理由、そして皆さんが生まれた理由は必ずあるんですよ。それは自分のお母さんから生まれてきた。でもお父さんがいなかったら生まれ
ができてない。そもそも母さんもお父さんもそのまたおじいちゃんおばあちゃんそのまたひいおじいちゃんおばあちゃんも連綿とねその、つながりがなかったら私たち一人でもかけたらこの場にはいないってことなんですよね。今日は7月の10日あと何日だ5日後に終戦記念日がありますよね。で終戦記念日で日本のためにと交代でね戦ってごめんなさいこんな話をするとうるってしちゃうんですけれども特攻隊で戦って日本のために亡くなって方たちの方ことを言うんですけれども靖国神社に行ったことある人もいるとは思うんですがあそこに靖国神社には1万人なんですよ。もっとたくさんいるんですよ。でも1万人の写真がね本当ちっちゃい写真が並んでいます。でその中でいろんな写真だったりとか、お呼びに向けなかった、例えばお呼びさんもらうこともできなかった人たちの花嫁人形だといろんなものが置いてありますけれども、その永遠の人たちが、この日本を支え、そしてその後、ね、20時間、ずれてるんですけど、戦いますかってありましたよね。なんかあれで本当に頑張った団塊の世代の人たちがバタバタね過労して倒れちゃった。でそういう人たちの支えがあって私たちはここにいるわけなんですけれども、その人が生まれてきた元といえばこの朝からね、てか朝じゃないか今3時ぐらいですけどね、この昼間から話をするあれじゃないかもしれないんですけれども、ね、お父さんと母さんが、ね、要するに男と女がセックスをして、そしてお腹の中に子供が宿って、その子供がどんどんお腹の中で、とつきとか育って、そして生まれてきたのが私だったり、皆さんだったりなわけですよ。で、その私が書きたかったのは、その精子ちゃんと卵子ちゃんが受胎するまでの物語なんですね。で4億分の1の命というタイトルで書きたかったんです。でその4億っていうのは1回9の精子の数、1が卵子ちゃんの数なんですけれども、で私はこの1つの人間ですけれども、そのこの私の後ろにですね、その3億9999万9999人の精子さんたちがいると思ったら絶対自殺なんかできないわけですよ。でそしてなんと日本が先進国なのに毎年2万人以上の自殺者が出てきています。そして自殺者が出てるだけではなくて最近聞いた話なんですけれども1週間ぐらい前かな聞いた話なんですけれども、毎年その2万人ぐらいの中の100人200人300人ぐらいの人たちがお腹にお子さんがいるのに自殺しちゃうまま、そして産んだ瞬間にその子を殺して自殺する自死をする人多いんですよ。でそれが社会で生きていけないと判断したからかもしれないけれども、せっかく授かった命をそんなことでねなしにしてしまう、そういうのがやっぱり、許せないというかダメだなと思って、その思いを絵本に継ぎたいと思って書こうと思ったんですが、今ちょっと一回日本が止まったんですけれども、また素晴らしいプロジェクトを組んで動き出しております。で本当にクラウドファンディングのプロの方とか、あとデザインのプロの方とか、本当に SNS のプロの方とかが組んで今動いているので、絵本の方はこう見てらっしゃる方も支援して、第1回目の5月にあった支援でしてくださった方もいるかと思うんですけれども、動いていますので必ずね出そうと思っていますので、待っていてくださればいいんじゃないかなって思っています。でもう一つお話があって、それだけではなくて、その絵本が出ることによって私は社会貢献していきたいんですね。で今日もリアルでねたくさんの方たちが私の目の前にね集まってきてくださってるんですけれども、その人たちとワークをしたり、いろんなコミュニケーションを取ったりで、一人一人の尊重して、で一人一人とこうつながってもらいたいんですよね。そのつながった先にまたこうするの人がつながって、でそのコミュニケーションがちゃんと取れるような、そういう人生を歩んでいっていただきたいなっていうふうに思っています。そして
それだけではなくて、今ね、本当に平成、令和、違うか、昭和、平成、令和となって、対象の方もね、いるのかもしれないですけども、4つの世代を生きてきた方たちの中で、今、令和の時代が、一番関係性が薄くなっているような気がするんですよね。ね、SNS とか、そういうのがやっぱり流行ってきてますし、全然関門を知らないのに結婚したとかね。そんな人いるんですよ。SNS で繋がって、結婚しちゃって、初めて会ったのが、婚姻届を書くときみたいな、そんな結婚される方もいるぐらいで、それ大丈夫かなと思っちゃうんですよね、そんな結婚をして。で、やっぱり、恋愛をして結婚とか、本当にその人のことが大好きで結婚だったらいいんですけども、経過結婚みたいなことをされる方もいるっていうのを聞いてますし、LGBT なんちゃらね、そういう人たちもどんどん増えてきてるし、本当に世の中がおかしくなっている。で、その世の中がおかしくなっているのを、今、私一人の力では変えれないけれども、私にできることというのは、人と人とのコミュニケーションのスキルを皆さんにお伝えすることができるのかなと思ってるんですよ。で、今日は、こちらの本をね、紹介したいなと思ってるんですけれども、これ私のね、宇宙一、世界一のメンターである、大留世さんという方が書いた本なんです。で、実はこの本、今本屋さんに売っておりません。で、どういうことかって言ったら、これを出した出版社が、社長さんがね、もう高齢でもう90歳ぐらいということで、もうちょっとたまんないんですよ。たまんないで言ってもね、と思って。私はもう出版社やったのに、もう早く言って、私が言いに行ったのが遅かったんですね。5年か4年ぐらい前に掴んじゃったっていうことで、いやいや、もう早く言っときゃよかったなと思ったんですけれども、で、これが、1999年に出された本なんですが、1997年ぐらいから私はこのノウハウを旦那さんに教えていただいて、で、これを聞いてる人が、もしですよ、もし、ね、10人の人が、目の前にいて、10人中10人が自分の思い通りになることができたとしたら、いいなって思う人、ちょっと現場の人でいいなと思う人、手を挙げてもらっていいですか？お、そうそうそう、全員ですね。山ちゃん、寝てますね。ちょっと寝ないでね。寝てると視力によって寝ないで寝ていますよ。お願いしますね。いいですよ。これね、この鳥越あずみって割とゆるごい番組なんです。で、なんと他の番組で飲みながらやってる番組もあるでしょ。で、自分の部屋で猫に餌をやってるだけの番組とか、それはどうなのって思うんですけれども、そこまで私、息も緩くないんでね、眠たい時はちょっと後ろのベッドで寝ていただければなと思っていますので、よろしくお願いします。そして、人と人とのコミュニケーション、今もね、コミュニケーションをね、させていただいたんですけれども、でも、例えば、コミュニケーションを取るときに、初めての、今日はね、ちょっとこの、今日現場にいる人たちとは、ワークをさせてもらったんですけども、初めて同士の人たちと喋ってくださいね、なんて。で、私ちょっとテレビのチェックなんかもあって、皆さんね、どんなこと喋ってるのか、さっくり、チェックすることができなかったんですけれども、初めて喋るときに、コツがあるんですよね。で、それをね、先にレクチャーしてからね、それやってよ、ね、それを先に言ってよと思った人もいると思うんですけれども、私は、初めての人に必ずやることがあります。必ずです。それは何かというと、質問です。これね、この話をすると、本当にセミナーで何時間も話す内容なので、手短に言うと、質問、こんな質問だけなんですよ。これ、ちょっと鳥越がついてたから、こんな質問言っちゃってもいいかなと思うんですけど、例えば、ここに今日来てるね、若い女性の方にね、例えば、50代ぐらいのね、おじさんが、質問するとしますよね。君今日パンツ見るの何色って吹っ飛ばされますよね。はい、誰も笑わないのかな。寝てるのかな？はい、大丈夫ですか？見通せてますね、質は。はい。なので、そういう質問じゃダメってことですよ。私の永遠のパートナー、気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございます。お花いい？お花持っていかない？いらないね。はい、ありがとうございます。本当に。ね、皆さんね、本当にお時間のない中ね、来てくださって、ありがたいんですけれども。はい。ありがとうございます。そして、で、どこまで行ったのか、今のでぶっ飛んじゃったんですけれども、ね、どこまで行ったのか教えてくれる方もいないかなと思うんですが、で、実は、その質問ですよね。質問を、どういう質問をしたらいいのかって言ったら、例えば、女性でも男性でも同じなんですね。その人が、
ね、絶対に、だってね、さっき、前座というか、このテレビが始まる前のパークでね、自己紹介してもらった後に、夢を語ってくださいね、っていうふうにしたんですよね。そして、夢を語っていただきました。そして、最後に、一人の方に、喋っていただいたんですよね、5分くらい。そして、私は、せっかくここにお花があるじゃないですか。いや、喋っていただくのにね、やっぱり、ねえ、お花一輪でもちょっと胸に差し込むことだったんですけれども、そうした方がいいんじゃないかななんて思って、彼女にね、胸にこう一輪ね、差したんですよね。そしたら、なんていうの、現場でパッと見たら、ここに差してます。ちょっと私も差そうかな。ねえ、本当に。そういう気遣いがね、なんか嬉しい。で、何が言いたいかって言ったら、人に気遣ってもらったことを、やっぱりまた自分のイメージで形にして、こうやって返してくれると本当に嬉しいじゃないですか。なので、質問も相手が、なんだろう、こう、その本人が、本当に自慢に思っているようなことを質問してあげたらいいんじゃないかなと思うんですよ。例えば、洋服だったりとか、ね、靴だったりとか。女性であれば、今日ちょっとイヤリングしてないんですけども、イヤリングだったりとか、あと靴だったりとか。で、大概ね、女性っていうのは、もう褒めてほしいんですよね。イヤリング、髪型。ね。今日も、男性の方も聞いてらっしゃると思うんです。だけど、その中でも、奥さんのことをね、髪の毛を切った奥さんのことを褒めたことがないよっていう人、いっぱいいますよね。どうですかね。褒めてますか？めってますか？覚えてる？って、覚えてないな。お願いします。覚えてないです。で、ぜひ、奥さんが髪の毛を切ってきたら、今日はどこの病院で行ったの？から始まり、どうぞ。あ、そう、いつも言ってる、あ、そうだね。やっぱり君のね、センスをよく知ってるよね、と。綺麗だよって言ってあげてください。どうですか？スマホ見てますけど。大丈夫？言ってあげてくださいね。そう、娘さんチェックしてくださいね。パパがちゃんと言うかどうかをね。こう、覗いて。はい。なので、その人が、いいと思っていることを質問してあげると、人は心を動かすんです。心の狂気が開くというか、で、どういうことかって言ったら、心が開けば、出したら営業であれば、物も売れます。本当に、余計なものまで買ってしまう。いらないもの。ね、ちょっと高めなものでもついつい買っちゃったりします。でも心が閉じてると安くても、それがいいものであっても、ね、使おうと思わないんですよね。なので、まあ、褒めればいいってもんじゃないんですよ。おげっかとか、なんだろう、ごますりとか、そういうのはダメですよ、絶対に。例えば綺麗な人にいきなり、ね、何々さん綺麗だねって言われたって、もうね、100万回言われてるんですよ。ね、西さん。あれですよ、みんなね、どうでしょうね、言われてるんですよ、かわいいね、とか絶対言われてると思うし、絶対かわいいもん、言われたかったもんだし、絶対に、違うんだなと思って。で、やっぱり本当にかわいいね、とか、きれいだねって、やっぱり言われ慣れてる人は、それだけじゃ、やっぱり、なんだろう、ダメってことはないけれども、違うことで、なんかこう、エスプリの効いたね、ことを、ね、喋あの聞いてあげたらいいと思うんですよね。エスプリといえば、この間ですね、初めてに近い感じですかね。マナー講座って言ってきます。マナー講座って何か受けてるんですよ。初めてに近いっていうか、マナー講座がここまで奥深いものだっていうのを知ったっていうのが初めてってことなんですよ。マナーイコール、その人の人格というふうに、その方は歌ってました。吉田さんという先生なんですけれども、ね、航空会社ずっとされてて、今30年ぐらいはそういうね、マナー講座されてる方なんですけれども、私のフェイスブックチェックしてもらったら、その時の様子とかがね、できたりとかするんですが、動画でちょっとこのスープを飲んでるシーンだったりとかね、入れてるんですけども、で、その方が言ってました。そのマナー講座は、マナーを守って食事をするだけではないと。で、私も、その時は、フランス式の、食事だったりしたんですね。で、大体、料理が、デザートまで10種類近く、パンとも入れてね、出たんですよね。最初の食前酒から始まって、オードブルから始まって。で、それなんでその先生に、エスコートしてくださる店員さんが、君のもとに何回ぐらい、来るのかわかりますかと。で、まあ、10種類ぐらいの商品ね、
食べ物があるんだったら、まあ、行って帰って行って帰って行って帰ってだから、まあ、10回ぐらいかなって言ったら、もうね、私言われちゃったんですね。もう君は赤ちゃん以下だと。さっき1歳っていうかね、あれですけど、赤ちゃん以下、ちょっとショックだったんですよね。で、どういうことかって言ったら、ナプキンを落としたとか、ね、なんかテーブルに食事を運ぶのとか、だいたい40回から50回、そのテーブルに店員さんがその元に来るんですよね。で、さっきナプキンと言ったんですが、ナプキンも、落としたら、女性が落としたら、自分で拾ってはいけないそうです。一緒に来てくださってる、パートナーさんが男性の方に、その人の声を出していけない。ちょっとそっと手を挙げて、店員さんを呼んで、拾ってもらって、新しいものに変えてもらう。女性は絶対に声を出していけないと。で、スープも音を出していけないとかもいろいろ習ってきたんですが、一番私が感動しちゃったのが、こういうことなんですよね。例えばスープ食べたりとか、食事を食べた後に、置き方ですよね。その置き方まで注意されたんです。で、どういうことかって言ったら、店員さんが冷める時の、なんか店主にも気を使う。要するに自分が高いお金払ってますから、ね、もう、へそ天になって食べに来る人もいるとは思うんですけれども、そうじゃなくて、自分が食べたものを店員さんが下げていただくわけだから、50貫来てくれて。だから、その店員さんの、あのに、あの、指示ですね。来るためにサンキュー、メルシーとか、フランス語でもいいですし、日本語じゃなくて、英語がいいって言ってました。必ず言ってくださいねって。え、そんななんかもいいんですよ。なんか、人来るたんびに言えと。で、そしたら、会話が生まれと。で、そして、もし、そういう高級のとこに行かれたときに、会話することによって、で、なんていうかな。その店では、すごく、重宝されるんですよ。そして、もし仮に残したときにも、残した理由を言ってるか、お腹いっぱいで残したとか言っちゃっていいんですか？言っていいですよ。で、ちょっと、で、味が濃かったとか、そういうのがあったら言った方がいいんですって。私、言っちゃダメなのかと思ってたんですよね。でも、言った方がいいらしいです。で、言ってくださいって言いました。あ、なるほどね、と。それはどういうことかって言ったら、ウェイターさんではなくて、作ってくれたコックさんに、そのウェイターさん伝えるんですよ。残したって言って、こんなに残したって、自分が悪いのかなって落ち込むらしいんですよ、コックさんはね。で、パンだって1週間かけて熟成させたものを食べさせてくれてるわけですから、本当に、すごい時間もかかってるし、やっぱお金が高いだけあってすごいんですけども、そういうこと、お金が高いっていうことの以前に、もう感謝の心が全て詰まってる、ギブの心が全部詰まってるってことなんですよ。さっき、この、何、テレビ中継の前のマークの時に、何、フリーフルーツでしたっけね。そんな話が出たんですけれども、本当に感謝の心で、みんながね、感謝をする心を持っていれば、世の中が絶対に悪くなることはない。なので、人とコミュニケーションを取るときには、必ず相手に感謝の心を伝えながら、相手の人に、質問してあげて、で、何を質問してあげたら相手の人が喜ぶのかなとか、相手の人がこういうことを言ったら嬉しがるのかなとか、こういうことを言う、自分だったらこういうことを言ってもらいたいなとか、その相手の心を、相手の人の心を思いやるような、そういう心がいいのではないのかなっていうふうにすごく思ったんですね。で、今の質問だけでもこれだけ話をするじゃないですか。私、このメソッドの中では、本当にすごい時間をかけて、いろんな話をするんですけれども、で、一つだけ、そうですね、私がこのメソッドを聞いて、こういうことがありましたよっていう、ちょっとエピソードだけ、一つだけお伝えして、おこうかなと思うんですが、ちょっと質問されてましょう。じゃあ、私が書いた本なんですけれども、ね、恋するこんな仕事もできるっていう本を書いたんですが、この本書いたのが、書いてるか、出版した日付が、その前に、出版記念パーティーをやりました。15年前なんですけれども。で、原宿でやりました。そして、出版記念パーティーをやったのが12月の25日でした。ね、これ、クリスマスでしょ。クリスマスに人は集まらなさそうじゃないですか。でも、ちょっと時間もないので、場所っていうと、120人集めました。ですが、
出版記念パーティーの時、この本一冊もなかったんですね。ちょっといろいろ事情があって、今回ね、本と似てますが、いろいろ事情があって、本なかったんですよ。なんとこの日付、2007年4月9日、もうね、4ヶ月も後に出されちゃったんですね。なので、その日は、表紙だけで開くとね、なんかこう、何、額縁みたいな表紙と2、3枚ね、絵を公開して。ですけども、その時に、ビンゴとかやろうと思ってたんです。でもビンゴと他にね、出し物とかなかったんですよね。なんかないかなと思って、たまたま、ここ池袋のところで、池袋の会場でやってるんですけども、私は三鷹宿っていうところに住んでいて、スマホっていうところからタクシー乗りました、ある日ね。で、5分、10分ぐらいだったと思います。そのタクシーの中で、さっきの、できましたね、質問をいくつかタクシーの運転手さんにさせていただきました。そしてどうなったか、そのたったね、いくつかの質問だけでですよ、この出版記念パーティーで、その彼がコントラバスを弾いてくれることになりました。あ、鳴りやまない拍手じゃないか。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、そのタクシーの運転手さんなんだから、仕事だと思ったらタクシーで来るじゃないですか。で、原宿でやったわけですよ。原宿まで来るのは自分の自家用車で朝の10時に迎えに来てくれました。そしてビンゴの商品全部乗っけてくれて、で、コンタバスを乗っけて、で、仕掛けでも12時ぐらいから始まって、で、2時間、3時間ぐらいですかね、やって、で、なんと、リアルのクラウドファンディングみたいな感じで、本ないですからね。ないけど、買ってくれたら送りますみたいな感じで、4ヶ月後に送るんで、金くれっていう感じで、まあ、多い人だと20冊ね、買ってくれるんですけど、絵本買ってくれてるんじゃないですかね。大丈夫ですよ。で、その、絵本じゃよ。この本のイラストをね、こう描いてくれた男の子、この子もね、この子の話をちょっとまた長くなっちゃうんで、この本買って読んでもらえばいいんですけど、この子も渋谷のマクドナルドで半年とかですね、5分で描いてもらいました、ただで。で、その子がなんとこのパーティーに、親族郎と20名連れてきてくれて、名人だったんですが、そしてそのタクシーのお姉さんなんですが、パーティーが終わった後、なんとカラオケ、短いですよね。今日もね、行ける方、ちょっと、正直いけるかなと思うんですけど、2時間まで付き合ってくれて、私を家にたどり、連れて帰ってくれたのが、なんと午前様でした。普通たった10分、5分、タクシーに乗っただけの人、ね、そんなことしてくれると思います？ね、思わないじゃないですか。それが、このノウハウの凄さなんですね。で、そのノウハウを本当に、自分で体現することができれば、で、なおかつ私は再現性100%だと思っているので、誰でもできます。で、もし、できないとしたら、その人がやる気がないじゃないかなと思っているんです。やる気があれば誰でもできる。で、その、本当にタクシーの運転手さん、その時だけで、その後ね、1、2年ぐらい、いろいろ食事行ったりお付き合いあったんですが、ちょっと私も、いろいろ引っ越したりなんかして、今お付き合いがないんですけれども、そんな感じで、本当にタクシーの運転手さんね、もし皆さんがタクシーに乗られた時に質問してみてください。なんで質問するかって言ったら、運転手さん何年ぐらいやってんですかって、あと、なんだろう、お名前なんですかって聞くとか、最近、ね、名前をね、見れなくなってるんですよ。外側に見せるようになってたりとかして、見れなくなってたりとかするので、一緒に聞いてみるとか、なんでタクシーされたんですかなんて聞いてみると、なんか、ボソボソ答えてくれたりとかしてて、なんか仲良くなってして。で、私、大体タクシーの店員さんで、LINE 交換してみたり、名刺交換してみたり、結構、10人いたら大体5、6人ぐらい交換してるんですよ。いまだにフェイスブックの友達になっている方もいますし、いまだにやりとりする方もいるので、これをもしやってみてもらったらいいのかなっていうふうに思っています。さてさて、そんな感じで、何時までもうそろそろですね。で、実は、これ3時、4時までの回なんですけれども、先ほどね、なんだろう、フルーツの話をさせていただいたんですけれども、実は、ちょっと登場してもらおうかなって思ってるんですよ。あ、寝てる場合じゃないんですよ。じゅんさん？じゅんさん？はい。ちょっと、今日、初の、ですね、なんて言いました。テレビの、
ゲスト、ちょっと2分ぐらいですけど、先ほどの、フリーフルーツの話をちょっと話してもらいたいな。いいですか？皆さん、拍手を。はい、見せてください。ありがとうございます。こんにちは、ひえどころ2人、皆さんどうですかね。お花をいただいてここにつけましたね。なんかね、そういう気遣いがあるとやっぱり人に応援されるわけですよ。花もらってさ、もういいや、いい感じ、もういるからね、もういいんですよ。でも花を、多分じゅんさんはきっと、お花を好きなんですね。好きですよね。好きじゃなかったらこんなことしないんですよ。で、私もお花大好きで、でもお花はね、枯れちゃうから、本当に私、お家に仏壇があるんですけど、うちの仏壇ではお花を飾らないんですね。枯れちゃう、諸行無常で、そうなっちゃうので。だけど、いただいてくるお花は、全部、ドライフラワーにして、なんか、もうね、10何回あるんですよ。どうしようかなと、つけばさ、ですね。そうです。次で、じゃあですね、さっきの、何でしたっけ？フルーツ？フルーツ？これ、今売ってるんですか？売ってるものではないですね。ああ、はい。空想のもの？そうですね。そういうん。うお話を聞いたときに、私も何かの形で世界が平和になっていく、みんなの心が安心に満たされて、お幸せで、隣の人にも優しくできるっていうことが、こう連鎖していくような世の中っていうのになっていったらいいなと思っていて、そのフリーフルーツのお話をしている記事を見て、新聞ではないですね。YouTube でもないですね。何ですか？インスタグラムだったかインな。スタ。でもその方は、本当に世界飛び回って、日本人ですね。日本人の男性で、そのフリーフルーツのお話を、記事を書かれていて、私もこれは自分の夢だなっていうふうに思ったんですけれども、公園だとか、こう道端、川沿いだとか、そういうところに、こう、果実ですね。フルーツの木を植えていって、そどんの、な感じですか？そうですね、木でね、木ですね。果実、フルーツがそこにもう季節のフルーツがなって、それはもう周りの人が、ただで、もう食べたかったら食べていいよっていう、フリーのフルーツなんですね。そうなんですね。で、それで、子供たちも、走り回って、遊び回って、お腹が空いたら、日本だったら、駄菓子屋に行くとかあると思うんですけど、そのね、木になっている果実を取って食べるわけですよ。なるほど。で、お腹が空いたら、そこに、その木に行けば、食べ物がある。なるほだど。から、食べるために、こう、必死になって、働かなくてもいいっていうような、安心感のもとで、自分のやりたいことだったりとか、こうイメージを形にしていくっていうことができるよっていうお話を聞いて、これはね、ぜひ日本にもね、そういう場所ができたらいいなっていうふうにそうで思っすね。ているっていうところです。なるほど。今の話を聞いて、ちょっとね、思ったことがあって、イメージで、今、実際ね、動いてるプロジェクトがあって、これどういうことかって言ったら、アフリカじゃないですか。アフリカって砂漠ですよね。水もないし。でも、水もないんだけど、水たくさん使うんですよ。人さんに使いますよね。何でかって聞けてないです。そうね。その飲む水だけではなくて、あの人たちは、なんか、サウジアラビアとかね、あの人たちは、なんか、祈り、なんか、宗教絡みで、祈るときに手を洗ったり、顔を洗ったり、一日5回ぐらい水を使うんですね。で、それも、汚い水じゃなくて、きれいな水を使わないといけないらしいですよね。ってことは、相当水が必要なわけですよ。で、その、アフリカに、サウジアラビアか、サウジアラビアに、砂漠じゃないですか。中国の長いやつなんだっけ？中国の、なんだっけ？インドじゃない、中国の、そうじゃ、そうじゃ、そうじゃ、宇宙が見える長いやつ、何でしたっけ？なんかわかる人？周りの頂上。万里の頂上。万里の頂上ではない。万里の頂上、みたいな、長い、砂漠にね、作ろうとしてるんですよ。それで、それのもう国を挙げたプロジェクトで、
で、そこに学校だったり、住むところであったりとか、畑だったりとかを全部作ろうとしている。だから、そこに今のね、フリーフルーツのがね、いたりとかしたら、いいんじゃないかななんて、思います。で、昔は河川に住むとかなんとかね、いろいろあったと思うんですけれども、そんな、ことができたらね、本当にこう日本も、いろいろとさせこましい感じになってますもんね。武器を買ったりするお金があれば、それは全然実現できるなっていうふうに私は思ってますね。ですよね。あと、さっきの話じゃないけど、ロストフードとかね、そんな、余計なお金。あと、日本人って、もう悪いのはね、こう、神の国でもあるにもかかわらず、クリスマスかハロウィンか、なんかかんで、ね、みんなはね、バレンタインでも、別に好きでもないのに、ギリチョコとか、言えるじゃないですか。そうはよくないなと思うんですよね。そう。で、ジュンさん、最後に、ちょっと、ブーコの思いの丈を、1分、じゃあ、10秒での丈、思いの丈を、1分の丈、皆さんに、オンエアされてますからね、せっかくなんで。そうですね。私が今大事にしていることは、本当に内観していくというか、自分自身を愛するっていうところですね。もうセルフラブですね。自分のことをこう愛していく、満たしていくと、本当に周りの人に優しくできる、そして周りの人の役に立つっていうところを志せるので、やっぱり、こう、樽を知るっていう部分ですとか、こうね、自分のことを、高めていくっていうところに、すごくね、ハッピーな世界がつながっているんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございました。じゅんさんにお付き合いいただきました。ということで、ちょっと突然ね、お呼びしたじゅんさんなんですけれども、今後、私、このトレブルアズーリーでは、ちょっといろいろ考えているんですが、次に1回、こういうね、番組を、こういう会場で、なくて、現場とか、スタジオでやろうかなと思ってるんです。で、今日の、ジュンさんのように、ゲストを立てるとか、出たいよっていう人がいたら、募集をかけているんですけれども、どんどんね、ちょっと今後、日本の、クラファンもやらせていただこうと思っているので、そこで、ちょっとスポンサーさん集めだったりとか、いろいろやっていこうと思っているので、またその私の動きをね、チェックしていただけたらいいかなと思います。そして最後に私の宣伝なんですけれども、先ほどね、営業がどうのこうのとか、コミュニケーションがどうのこうのとか言っておりましたが、後で、テレビのその画面のところにも貼ろうとしている、オープンチャットがありますので、そのオープンチャットに皆さん入っていただいたら、先ほどね、質問の謎が解けるセミナーを来週の今日の夜の9時から、無料でね、開催をしようと思っているので、ぜひぜひ、このテレビを見てくださっている方は、ここにって出てこないと思うんですけど、ここに、みたいな、チェックをしていただけたらいいのかな、っていうふうに思っています。そして、今日、私、一人でここの場に立ってるわけではございません。で、本当にこう、ズームでね、つないでくださった、鳥越アズールのスタッフさんもそうなんですけれども、私のね、参加費を払って、いろいろさ、設営を手伝ってくれた皆さんもそうですし、受付というかね、ちょっと人数が100万人ほどいたのでね、大変だったと思うんですけれども、そういうね、チェックしてくださった方だったりとか、あとこれ終わったらね、リストを全部ね、並べ返さなきゃいけない、大丈夫かよと思ってると思うんですけれども、そういうふうに手伝ってくれた方、本当にありがとうございました。でですね、やっぱり、人って一人では生きていけないはずなんですよ。で、なので、皆さんも、本当に自分の周りの人から、何かな、大切に仕上げていただけたらいいかなと思います。で、私、今日来てくださってるお一人には、すごく、感謝しています。だって、今日この場でね、来れなくなってしまった人もいるわけですよ。で、私が、何百件も、今日こんなのあるよって言って送った方で、いや、来れないけどテレビ見るよって言ってくれた方もたくさんいるとは思うんですが、本当に、ここの場に、ね、お金を払って、現場で、リアルで集まってきてくれた方さて、東京都内だけじゃないんですよ。三重県ですよ。
三重県で、三重県から来てくださってる方もいて、で最後に、5分、あ、大丈夫かな、大丈夫か、もうあと3分ぐらいにするので、その三重県でね、来てくださった方が、実は私、去年の11月の26日にコンテスト出たんですよ、イエス&ミセスコンテスト。そこで、初代ファイナリストでグランプリを取らせていただいたんですが、その前に、もうね、ちょっとだけよっていう方がいて、ちょっとだけ、呼んでみましょう。もうね、イケメンです。アランさん、ちょっと、本当に見るしかないんですけど、ちょっと、グランプリ感想だけ、ちょっとみんなに。そうですね。去年初めてね、ミスターコンテストに出させてもらいまして、はい、めちゃめちゃね、気持ちよかったですよ。ですよね。舞台のアンベースとかね。そうでした。そうなんです。かっこよかったしね。応援してもらってね。はい、行きました。もう全部行きました。本当にやばかった。かっこよかった。本当にありがたかったです。ね。彼女のね、あ、間違えた。彼のね、奥さんがまたやばいですよ。本当に、私のね、コンテスト、時にはこんななんかキラキラの一応ね、オールキャンの土が、で、彼の時にはもう彼のですよ、ドラゴンを作ってきて、もう大騒ぎでしたね。そうでした。はい、本当に。なので、森まさみさん、アランさんと私は呼んでるんですけれども、この顔を見たら110番ではなくて、違うよ、110番ではなくて、ちゃんとインスタだったりとか、なんか SNS とかね、チェックしてあげてください。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アランさんでした。はい、ということで、ちょっと今日はね、イケメンと美女の人たちを、ね、私大好きな人だったので紹介してしまいましたけれども、もうそろそろですね、この番組も、終わりに近づいてきているとは思うんですが、私の腹時計ではあと2分少々なのかなと思います。で、最後に私、ですね、このここにたいる私の、ちょっと何か、母に、ちょっと本当にね、生まれてきてよかったな、もう亡くなってるんですよね。で、逃げるしかないので、ここで長く話すと、本当にアウトになっちゃうんですが、平成18年に、私が次の日、徳島でお仕事をしに行く前の日に、母は交通事故で、予想運転の車に、引き殺されて亡くなりました。で、その母が本当にすごく周りの人に愛されて、結婚式じゃない、何かお葬式の時も本当にたくさんの人たちが来てくださった。で、父が亡くなった時は2年間引きこもりをしてたぐらいの母だったんですけれども、私は本当にその母が本当に本当に私を産んでくれて本当にありがとうと。で、私はその母からいただいたその命を、先ほどの話はないですけども、自殺するわけにいかないし、本当にそういう時たくさんあったんですけども、でも今私が生きてるのは母のおかげだし、で、あとはいろんな、私今まで3回死んでるんで、その話をするとなるとね、終わらなくなっちゃうので、またの機会に話させていただきますが、その母のおかげでこの人生を生きれて本当に感謝しています。本当に私の母、中原貴美子さんに本当にお礼を言いたいなと思っています。母さん、ありがとうございました。ということで、もうそろそろエンディングが流れるのか流れないのかよくわかんないんですけど、あと何秒なんでしょう、スタッフさん。あと1分喋っていいのかな。あと1分何を喋ろうかな。そうですね、本当にで、あと毎月1回何曜日ですかとかも決めてないですけれども、今ね、本当にいろんなことで、ね、もう、そうですね、あと言うとね、はい、ということで、もう次は、次の、番組の時に、またそういう話もできたらいいなと思っていますので、皆さん、本当にありがとうございました。ということで、視聴者さん、皆さん、そして、ありがとうございます。全然、明日して、明日して、あと1分だから、はい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 、無事体操、全然、来てください。バイ。できて、バイ。ありがとうございました。もうちょっと終わりまで、できてください。